はい、始まりました。レディのゆるスタセカンドシーズン第12回目です。イエイ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 。いや、春ですね。春ですよ。春ですね。もうあったかいですよ。あったかくなりましたよ。あったかいよ。このパーカーがちょうどいい季節ですね。うんうんうん、うん、本当にこれで出かけちゃう、うんうん、いや出かけちゃダメなんだけどこの間あれなんですよ、はいはい、お仕事に行ってる途中で、うん、なんかあのもみじが多分何かを間違えた結果赤くなってるのを見ました。へーちょっと先取っちゃった。うんうんうん、なんかなんでちょうどそのアングルで桜も見えて、なんかあのもみじと桜の共演を私は見ました。え、ちょっとレナちゃんなかなか見れない関係じゃない。なんかテンション上がりました。へぇって思って。そうなんですよ。でもなんかさ、桜とかもさ、こうなんか秋とかあったかいと咲いちゃうとかあるよね。ありますね。なんかたまにニュースになりますよね、うん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 、今回は桜と紅葉の共演が見えますとか。そんな、いや紅葉、紅葉なんかあの赤くなるの不思議だよね。確かに、確かに、なんで赤くなるんですかね。なんで赤くなりたかったんだろう。うんうんうん、なんかちょっと赤くなってみるかみたいな。ダメだよこんなぐだぐだ話。ちょっとね、なんかもう本当に久しぶりのゆるっとですよ。そうそうそう、ちょっと春だからね、やっぱ ね、 ゆるゆるちょっとなんかピリピリさじゃないですけど、ピリピリさって言ったら別のユニットになっちゃうな。なんかこうなんだろうな、何かこう激しさというか、我々のテンションを、うんうん、転化してくれるような、こうイグニッションしてくれるような、確かに、ね、誰かに来てほしいな。確かに、俺たちのロケットもぶっ飛びたいよな。そうですよね。確かにな。今日はどんなゲストが来てくださるのかな。気になるな。気になるな。ということで、それでは行ってみましょう、はい、せーの、レニーのゆるスタ。今しかないこの一瞬、僕らはゆるっとスタンバイする。この番組はレディーキャストがゆるくスタンバイしてお届けする配信番組です。お相手はラベリッタ上条歌役榊原優希と、はい、スピカ錦戸左門役長谷則人と、そして今回のゲストは、はい、マテンロケット伊勢谷善役の大町智弘です。よろしくお願いします。ようこそようこそ。先取っちゃった。言う前から手挙げてた。どうしようってなっちゃった。着火準備をしてね。着火もう。着火準備ができてる。先取りしました。はい、まず番組紹介させてください。はい、レディーとは、ディアプロダクション所属の男子高校生アイドル18人5ユニットの魅力や彼らの成長、その楽しさと切なさをテーマに、さまざまなメディアで発信し続けているプロジェクトです。キャッチコピーは、今しかないこの一瞬、僕はアイドルになるです。はい、というわけでね、レディーのうるさセカンドシーズン第12回始まりましたけれども、はい、うん、はいはい、まあ、12回、12回です よ、 すごい、セカンドシーズンで12回だもんね。ラストシーズンもありましたから、ね、歴史がありますね。歴史ありますね。歴史ありますよ。まあね、でもせっかくなんで、はい、今回もね、うんうん、サードアニバーサリーライブリンクザモーメントのね、振り返りトークしていきたいなと思います。おー、ライブ、はい、ライブのね、振り返り話を、え、僕からしていいですか。はい、いいですよ。マテロケと、いや、マテロケといえばやっぱ MC に力を入れてるわけなんですけど、うん、まあ、ライブよりも何よりも MC に力を入れてるわけなんですけど、いや、もう今回もちゃんと決まったなと。おネタが、はい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 、ミルクボーイさんのね、うん、なるほどね、パロディですから、あれはそう、真似じゃないパロディ、数々のパロディをしてきたもんね。やってきましたね、うん、それをぜひね、楽しんでいただきたいなと。なんか前のどこかで一回なんか伺った気もするんですけど、はいはい、ああいうのはどういう流れで完成するんですか。あれは、ね、完成するんですか。あれは沢田ですね。やっぱりそうなんですね。あの事件を引き起こしてるのは沢田ですね。でも沢って最初にイグニッションをね、うん、考えた時にマテロケの4人で考えたんですけど、うん、あれをやろうよってなったのが新年会だったんですよ。新年会やったじゃないですか、ね、ありました、ありました。あの時に、うわどうしよう、俺これやっていいかな、どうしようってずっと言ってて、それを3人で、いやこれはやんなきゃダメだよリーダーって言って押したところから、なんか気づいたら成長していって、調子乗り始めて、あれが生まれたっていう。でもなんか
着火したのもありましたよ。そうだね。着火したんですね。焚きつけた結果。あったものに。そうそう。眠っていたものを呼び覚ましてしまったっていう。魔剣届いちゃう。そうだね。なんか立派なドラゴンになってしまった。はい、あ、でもそうだね。なんかあの、うんうん、なんていうの、あのライブ始まる前のさ、うん、ちょっとこの前座じゃないけどさ、興奮してたもんね、はいはいはい、やってましたね、マテロ系。1日目が、スピカだったんですけど、2日目が、うんうんうん、マテンでしたね。マテンのね、マテンロケットの4人来てくれましたね。うん、大騒ぎして、大騒ぎしていやでもマテロケらしさがね、やっぱああいうところで出てくるっていうのなんかいいんじゃないかなって思いながら、ね、自己評価していくというそうなんだね。なんかね、毎回思うのよ、もうやっぱスピカは安心、うん、安全、信頼が、ね、安心、安全もあるのね安全あるかな。みんな5人でこうやった後に、うん、よし、まあ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 俺たちやっぱちゃんと届けていこう、1日目だからみたいな、絶対いい感じでしょ、うんうんうん、2日目ね、君たちがね好き放題するもんですから、あ、い、うんうん、それどっちなの、やっておけばよかったな的なあれなの、さまざまなね、こう俺の中のリエモーションがね、渦巻いてなるほどね、確かにマテンが1日目だといろいろ問題はねありそうだね、確かに、うん、確かに、いやライブの振り返りだもんね、そうですよ、まあ、なんかファンミもいいですよ、もちろん。あ、ファンミも OK、ね、うん、ファンミで言うとすごくなんか僕気になってるところがあって、うん、あのテストあったじゃないですか。あ、はい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 、あのテストで、まあ、ドラゴンさんが全然ボケないっていう事件が起きたわけですけど確かにね、僕たちラベリッタも真面目にテストをするよって言って配布されてたんですよ。でマテロケもなんかどうやら聞いたところによると真面目にテストをしましょうねで配布された組なんですよね。そうだね。どうやら他の組がいるの？それはなんかおかしいね。あ、ボケてくださいって言ってあれをもらった人たちもいるってこと？もしかしたらそれはスピーカーなんか、いやなんか、いやちょっとユニット名出すのあれだな、なんかあ、そうだね、もう青色のユニットなんかは青色のね、なんかあのボケ倒してた記憶、うん、いや違うんだよ、だって冷静に考えておかしいじゃん、だって頭数が一番多いのにさ、なんでみんな10位以下なの、マジでおかしいでしょ、誰も半分より上行ってない確かに、いや悔しいねあれはね。いやでもうちのユニットもね、一人だけね、なんか本気で答えたのに15位だったって落ち込んでる子が一人いましたけどね。もう赤い、もう赤いね、赤い赤い赤い子がね落ち込んでましたけど、確かに。でも俺もあれ全部正解を出してもらったんですよ、うん、なんかみんなこうさ間違ってるのとかをピックアップしてもらってる人もいたじゃない、うんうんうん、その中で俺は正解だけピックアップされて9位だったんですよ、ど真ん中っていうなんか扱いがどうなんだろうと思って結構なんかこの3人ねなかなかいい並びだね。え、順位何位だった？あ、言わない方がいいかな、うん、まあ、あ、そうかそうかそうか、振り返ってまあでもなんかそっか、そうですね、まあ多分伝わると思います、上中下でございますもうなんかそのなんだろう、いやでも僕もボケたんですよ、うん、あ、ボケてたの？僕もボケたんですよ、ちゃんとん本当に分かんなかったやつはボケたんですけど、うんうん、多分面白くなかったから使ってた一番寂しいやつだあとね、あれなんですよ、あのね、ハッ先輩がいや、うん、正解したの一人ですよって言ってなんか言ってたの、原子の名前みたいな問題があったんですけど、お、僕もちゃんとあのネオンとかベリリウムは正解してたんですよそうなんです、そうなんです、あれそんなこともあったな確かに、でもね、いやあれ難しかったよ、だってあれ一般教養いや違うじゃない、嘘だよあれは、あれ嘘だよ、最後の問題とかね難しすぎる、難しすぎたね、どうなってんだ、ちくしょういや面白かった、面白かったね、面白かった、またやりたいですね、またやりたいですね、はい、うん、はい、ということでね、はい、いろいろ振り返っていきましたが、はい、早速、はい、最初のコーナーに行ってみたいと思います、イエイ、はい、ゆるスタ、はい、ここからはあるステージストーリーモード、イエイイエイ、
こちらのコーナーでは Android と iOS でリリースされているアルステージという AR アプリを体験するコーナーとなっております、はいはい、AR とはスマホやタブレットを使いまして現実世界に CG を映す技術ということでね、今回はその技術を使いまして、前回はギャラリーモードというモードでパシャパシャとね一緒に写真を撮影したりっていうことを行ったんですけれど、それだけじゃないんです。ストーリーモードってモードがあるんですよ。ストーリーモード、ストーリーモードがあるんですよ。ストーリーモードがまだ俺たちを楽しませてくれるのかい？そうなんですよ。すごいね。そうなんですよ。楽しみだよ。早速ね、実はここにね、もうすでになんかそのストーリーモードの、あの起動が行われている状態になるので、もういきなりやっていきましょう。こちらにモニターがございますので、我々集中してみますよ、これは。どうしようかな。あ、じゃあもう早速ここにあるこの物語を再生、ポチリ、これやりますと、こういう風にね、キャラが登場する平面を設定して再生ボタンをタップしてくださいとなるわけですよ。でもせっかくなんで、あ、じゃあ長谷先輩をアングルに収めようかなと。あ、見てるっていうですね。机の上に登場してもらおうかな。ほっ、これで怖い怖い、再生ボタンを食べちゃいそう。あ、登場、え、すごい、あ、何か歌ってる、歌ってるんだね。え、ちょっと被ってる被ってる。邪魔かな。もうちょっとついてるの。お、コーヒーに砂糖そんな使ってたか。あ、すごいね。そうなんですよ、こういう風に会話してもらえると。はい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 、これ完全に俺邪魔じゃん。完全に俺邪魔じゃん。あ、帰っていった、帰っていっちゃったよ。そんな追いかけなくて大丈夫？追いかけるというストーリーが見れると。なるほどね。そうなんです、いろんなストーリーが作られ、そしてそれを見ることができると。しかも背景を現実でいろんな場所でできると。こんな風にこんな風にね、映り込むこともできると。もちろん映り込んでいればこの状態を写真に収めることもできると。あ、へえ。ちょっとやばい、チョップしてる、チョップしてる。おお、いや、よいですね。え、じゃあ手の上に乗っけられる？お、いけるんじゃん。でもどっちかっていうとあれかな、あ、難しい、ストーリーじゃなくてギャラリーモードかな。あ、手の上を平面として認識させればいけるのでは。なるほど、ちょっとやってみましょう、やってみましょう。くれるとね、これが最新技術。じゃあちょっとここにあったトモヤくんとちひろくんの会話を、はい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 、ちょっと頑張って手の上を認識したいな。もうちょっと手平面にして、近づけて手平面、手平面、はい、平面、もうちょっと、はい、もうちょっとこっち手前にできますか。手前、手前、いくぞ、これいけるんじゃないか。いけるか、いけてんじゃない。おお、乗ってる、乗ってる、乗ってる、手乗りだ。これプルプルするよ、俺手が。頑張ってください。これ1分21秒、結構きついけど。1分21秒。あ、でもすごいね、すごい、手の上で会話してる。え、だってこれさ、シュッて抜いたら浮いてるってことだよね。浮いちゃうのかな、浮いちゃうのかな、ストーンっていく。あ、でも認識、あー、浮いてる、浮いてる。あ、でもすごいね、すごいね、うわー。え、じゃあステージとか自分で作ってその上でやったりとかもできるってことだよね。いけますよ、無限だね、楽しみ方が。うわ、すごいね。よい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 。微妙に俺がズレないとね。いや、楽しい、これは楽しいぞ。うわ、すごいね。うん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 、てかなんか動きも滑らかだしさ、ね、リアルだよね。いや、そうなんですよ。振り向きとかもすごいし、むちゃくちゃしっかり動いてくれる。ああ、うん、ハンバーグの話。ああ、いなくなっていっちゃった。すごい走り方だった今。全力疾走だ。あの、一人の収まりがいい。なんか馴染んでるよね。いや、よい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 。ほどね。いい。わあ、なんか重みを感じるわ俺。多分ここにいるのかもしれない。わ、すごいね。というね。なるほど。こんな風に展開できるわけですよ。いや、面白いな。いや、良い。あ、可能性が無限大だね、無限大ですね。もう本当にたくさんのストーリーがありまして、ストーリーメーカーなんてのもあるので、ストーリーも作れると。あー、じゃあもうなんかね、やりたい放題できるわけだ。何でもできる。だってこれさ、他のアイドルがこう実装されてきたら、ストーリーとはないそのアイドル同士の絡みとかが作れるってことだもんね。そうですよ、そうですよ。自分の空想がここに現実になるわけだね。
すごいね。遊び方無限大ですよ。無限大だね、これは。楽しいわ、これは。だってそれこそこういう風になんかこう机の上状態で作ることもできるということは、何かのこうちっちゃくなっちゃったストーリーも展開できますよ。なるほど、なるほどね。逆もできるね。大きくなっちゃった世界もできるわけだね。大きくなっちゃったストーリーとかちっちゃくなっちゃったストーリーも展開できますよ、これは。ああ、それ面白いな。いや、楽しい。いくらでもいける。これ映画作れるよ。そうですよ、確かに。頑張ればいけるね。頑張ればいけるね。頑張ればいけるよ、これ。いけます、いけますよ。なんかすごい、多分再生時間の限界もあるんで、こういい感じにこう区切ってこう、ね、パート1、2、3、4って感じで大長編も作れるかもしれない。すごいわ、夢が広がりますよ。いやー、なんかよう作ったな。どこ目線だろ、それ。マテロケでのなんか食レポ会とか作れそうですね。あー、いいね。うんうん、いや、まともなこと言う人いないな。このアルステージね、ぜひ我々こんなに楽しかったので、ぜひ皆様も、皆様も楽しんでください。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ゆるスタ。続いてはスタジオラインクリップのコーナー。イエーイ。はい、今回スタジオライブクリップは僕たちマテンロケットのスタートライン楽天 TV オリジナルバージョンということでなっております。はい、いや、こちらですね、楽天 TV 限定のライブ映像をお届けします。さらにさらに成長した僕らの今この一瞬をお楽しみください。どうぞ。道を歩き出す。いつか描いた未来の続きは今からリアルになる。きっと初めからうまくいくって思わないけど不安になる。それでも笑っていよう。そう胸に0イグニッション。はい、マテンロケットです。はーい。ゆるっとしてんな、ここ。すごいお茶の間みたいな。ゆるしただけど。あ、そうだね、ゆるしただけど、うん、というわけで、お送りしましたのはマテンロケットで、スタートラインでした。はい、スタートライン。マテンロケットのリーダー藤原総司役澤田龍一です。伊勢谷前役の大町智博です。真田淳之介役の服部宗之介です。高橋脇役、梅田修一郎です。はい、はい、というわけでね、はい、このスタートラインを初披露したのは、はい、原宿クエストですかね。そうですね、4月ですか。4月です ね、 くらいね、24日だったかな、うん、2月、3月、4月の4月、うん、4月。うん、ただ数えただけじゃなくて、うんうん、あの2月にさライブやったじゃん。はい、やりましたね。で3月にライブやったじゃん。はい、で4月に原宿クエストでしょ。はい、毎月あったねっていう話をした。え、それ言えばいいじゃん。
なんで、なんでちょっと、なんでちょっと怒ってる。いや今拾ってくれるかと思ったの。2月3月4月毎月、毎月ライブをやって、すごい怒涛のね、うん、いやそうスタートダッシュだったねって。そうだったよね。だからその原宿クエストからさ、うん、てかまあ最初はニコファールだけどさ、うん、そっからこう見てくれてる人もいれば、うん、まあこの間のね2月のライブから初めて見たって人もね、うん、いるかもしれないんですよ。なんかその原宿クエストから2月にかけて曲の印象とか変わりましたか？あーでも、あー、うん、そうね。そういうのいらない。お前らなんだよ。お前らなんだよ。さっき喧嘩してたよ。今ね、本当にね、このシールドなかったらハイジャッチしてたよ。あ、本当にね。もうこれもシールド越しにやっとけよ。でもこれは割と変わらないと思う。変わらない。もうずっとそうだよね。初期からね、なんかあるんだよね。確かに。被るの。本当シンクロするの。被るの。違う違う。スタートライン。あ、スタートラインの話。あの、スタートラインね。そうだね。でもスタートラインって。やっぱ1年生で、まあ、2曲目じゃない、うん、あの、はいはいはい、君が見た空はってすごいフレッシュな爽やかな曲が出て、うんうん、で2曲目でスタートラインってすごい背中を優しく押してくれる、うんうん、でも隣で一緒に歩いているっていうような曲じゃない、うんうんうん、だからそこにもフレッシュさが実はあって、うんうん、とてもなんかほっこり勇気をもらえるような、ほっこりほっこり、なんか本当に君が見た空はさ、フレッシュ一筋みたいな、うん、いやもう本当ね、サイダーって感じだったね。サイダーみたいな、オープニングとかね、そこから変わってこうちょっと憂いを帯びるというかさ、うん、ね、切なさが入ってきて、うん、でもその、まあ、新生活じゃないけど歌詞もそうだけどさ、うん、その新たな門出に乾杯みたいな、未成年、未成年絶対やると思うね。途中までめっちゃ良かったのに、まあ、でもね、その思春、うん、まあそのマテンロケットで言ったら思春期特有のね、うん、なんか不安な気持ちとか、うん、が、うん、不安な気持ちと楽しみな気持ちがね、うん、こうないまぜになった感じの、うん、そんな曲ですよね。ね、うん、確かに。このライブはどんなところ楽しんでほしいですか、大橋さん。僕ですか。でもなんか俺最初に梅が言ってた、これ10年後にライブでやったら本当に感動するよねって、歌ってる俺たちが感動しちゃうよねって結構最初の頃に言ってたじゃない。その気持ちがなんか今ですら分かってしまう、このライブクリップをやっていても。あ、なんか、あ、4月になるんだみたいな、これから新入生なんだみたいな、そういう気持ちがまた蘇ってきて、しかもそれをだいぶ前にやったんだっていう感動みたいなのが返ってきて、あれから10年かみたいな。いや、経ってないんだよね。経ってないんだけど。マチコだけ。ね。でもそうだね。あの、なんかその忙しい毎日の中でさ、うん、そのふと初心を忘れちゃったりとかさ、うん、もう、うん、今がいつなのかも分かんない時にさ、うん、ふとこの曲を聴いてさ、うん、あ、ちょっともう一回こっからよしやってこうみたいな、うん、その切り替えができるっていうかさ、うん、そのどこにいても、うん、どんな状況でも、うん、この曲を聴けばスタートラインに立てるっていう曲ですね、うんうん、俺見えた10年後のライブが、あの、ね、見えた、スタートラインであの機材トラブルで曲が出ない。おお、え、だから俺たちでアカペラでやっちゃう。でラッサビで曲復活して行きます、よしやったれ、バーンっつって最後だけ曲流れるでしょ。それ何のドラマ？それなんか聞いたことある気するけど、そういう感じのね。そう、それでプロデューサーが抜くんでよしっていう、やったっていう、ね、そうそうそう、何のアニメそれ。なんならアカペラバージョンでいいじゃん。最初本当だよね。確かにね、最初からみんなで合唱とかすごくない？合唱したいかも。合唱コンクール、コンクールになっちゃうね。コンクールじゃなくていいんだよ。みんなちょっと動くでしょ、こうやって。あ、いいね。なるほどね。高校生だしね。いいね。いいね。コンクール。確かに。うんうん、いいね。あの、みんなでさ、そのファンの皆さんがスタートラインを歌ってるのを受けて俺ら入っていく。あ、逆にね。それなんかテーマソングみたいな、なんかね、入場で入場していくの違うでしょ。ね、それは。いや、でもライブだからこそできることだよね。まあ、そう、なんかいいね、それ、うん、やりたいやりたい、ね、10年後の夢が膨らみました、うん、というわけで以上。これで大丈夫？大丈夫。オールオーケーです。オールオーケー、オールオーケー。本当以上、スタジオライブクリップのコーナーでした。バイバーイ。じゃあね。バイバーイ。
というわけで前半戦終了のお時間となりました。後半もまだまだ盛りだくさんでお届けいたします。はい、こちらですね、楽天 TV 声優チャンネルにご加入いただけますと後半もご覧いただけますので、ぜひ皆さん会員登録よろしくお願いします。お願いします。それでは後半へ続く、ゆるスタッフ。